はいどうも、インディーゲーム専門 VTuber の白コリゲームズです。今回プレイするタイトルはカルトに厳しいギャル。カルト、ギャル、ゴアが好きなあなたにおすすめ、ハイテンポなオールドスクール FPS です。知ってるか、ギャルはカルトに厳しい。ショットガンでカルトをミンチに変え、マチェーテで首を切り落とす。敵が血しぶきを上げ崩れ落ちる様を見るのは楽しい。難易度は4段階から選ぶことができて、気軽にお散歩気分でカルトを殲滅したり、真の殺し合いを楽しめるモードまで用意されています。ゲーム性とは関係ありませんが、メニュー画面で流れる曲がめちゃくちゃ癖になるので、ぜひ聴いてみてください。それでは早速プレイしていきましょう。はい、今回はカルトに厳しいギャル、カルギャルを遊んでいきたいと思います。ではチュートリアルから見ていきましょう。 WA3 で移動です。で、左クリックで撃っていきます。右クリックで近接攻撃、おい、こんな感じで攻撃できますね。で、マウスの数字キーやマウスホイールで武器の切り替えが可能と。 OK です。 OK、 チュートリアルはこんなところです。このポイントを押さえて始めましょう。難易度を選べ。まず優しいキスをして、カルトの銃弾ベーゼのように甘いだけ。これなら多分死なないくらいのお散歩できる感じの難易度。カルト死すべし、気軽にカルトを殲滅、 FPS 初めての人向け。なるほど。剣的必殺、殺されもするさ殺すんだもの、 FPS 好きな人はこちら。心を殺せ、人はあなたのように強くはなれない、殺し合おうぜ。いや、こういうゲーム独自の難易度の文言いいですよね。イージーとかハードとかじゃなくて、こういうのいいな。いや、私は FPS 初めてではないんだけど、カルトシスベシでいこうかと思います。オペレーターさん、生存反応、生きてます。066なんだ自分は。うっせ、大極院スマッシャー先です。すごいな、名前が。コードネーム使った方がいいんだ。うちはうちです。転移してきたんですね。お手手と足ついててよかった。作戦開始、動き始めてます。作戦内容はカルトを殺す。全員殺すよ。全員ね、任せてくださいよ。よし、じゃあどんどん進んでいきましょう。 OK。 やつらの武器奪っちゃいけないの？使うべきじゃないんだ。なるほどね。帝国に栄光あれ、どういう感じ？決め台詞みたいな感じなんですかね。よし。あ、ちょっと色が違うって聞いた。 OK、 ナイス。次、お、ショットガンだ、やったー、見つけた。あ、これはいいんだ、使って。やったぜ。帝国に栄光あれ。ショットガン見つけてご機嫌みたいですね。どっこいしょ。 OK。 お、なんか、おお当たりに行っちゃった、びっくりした。自爆野郎がいましたね。おー、あいつ連打してきた。再装填、なるほど。ここを抜ければ。ずっとにやけてる変態がいるんですか。合ってるんだ、なるほど。仕留めます、任せてくださいよ。OK。 自爆野郎がいたな。お、危ない。
危ない。よし、いいね、いいね。肉片が飛び散る感じもとてもいい感じですね。はい、オッケー。次、お、排除対象カルカブリーナ。あ、誰かいる、ボスっぽいのがいる。やった。じゃあショットガンにして、仕方がなかった。え、子供に何をした。いてててて、雑魚を呼び出すのか。お前がやったんだろう、撃ち殺すぞ。あ、倒した。殉教の痛み、素晴らしい。魔女かな、魔女かな。排除しました。肉片だらけです。帝国に栄光あれ。よかった、まずは最初のボス倒せたみたいですね。カルカブリーナ排除、警戒度が上がってる。慎重にね。いたたたた、あいつなんか強そうなのがいる。おお、決め台詞訳しちゃった。状況によって工場を変えるのはちょっと照れてる。ちょっと照れてますね。待って、あいつが危険ですね。ポイント回復、これがなんかスイッチみたいですね。どっかの扉が開いたんだと思う。しっかり弾薬も回収していかんと。 OK、 ほい、 OK。 ちょっと近接使ってみたいんだよね。近接でね、首を切り落とすとテンションが上がって一定時間無敵になるんですよね。よし、この弱っちいやつなら、いててて、近接で挑んでみてもいいかもね。はいよと。めっちゃテンション上がってる。よし、進んでいこう。ほんと薄暗いですね、霧がかかってるみたい。生臭い、生体兵器これ。おお、さらわれた帝国民を使った兵器。ひどいことしやがる、だいぶひどいことしやがりますよ。で、だいぶ強化されてるけど、これを戦場に送り込んでくるなんて、なんてひどい奴らなんだ。奥にいる。オケマル。今楽にしてやるからな。弾結構使っちゃいますね。なんかいるな。おっ。それはちょっと分かんなかったな。あ、まあショットガン助かる。なるほど。オッケー。あー、あれ、こっちか。狭い道だな。おわあ、開いてて、いてて、いてて、マジかよ。マジかよ、敵を。ホットガン。あの、連打してくる敵がいるな、どこかに。おー、そっちか。はい。よいしょ。生ごめ。オッケー。次、お、アサルトライフル？やったー。やったやった、我が軍の武装本当に使っていいんですかってことは。やったね。意味がわかりません。よいしょ。
これは使ってこう。ありがたく使わせてもらおう。玉回収、玉回収。あぶ、あぶ。ほい。しっかり回収して。あ、お前。再装填。リローディン、ヒットポイント回復 OK。危ないね。生体兵器？最適性？なるほど、楽にしてあげてくれってことか。なるほどね。おい、帝国に栄光あれ。おっと、リローディン、リローディン。えいや、まごめ。あ、こっちにいたんか。おお、またいる。なるほど。で、こっちにもいる。ちょっと強いやつがいますね。なるほど。リローディン、リローディン。オッケー、ナイス、突破できました。次、お、ここはボスっぽい。リサ。生体改造により無理やり高めた自立兵器。兵器。やらせてあげましょう。これではあまりに。かわいそうか。お、なんかいる。この子か。薬物に入れた交換と。薬物。痛みしかないでしょう。終わらせる。交換と痛みだけか。辛いですね。楽にしてあげよう。で。リロード。おー、どこだ。結構ワープしますね。うまく壁を利用して、いてててていてててて。結構近くに来られると危ないな。回復取って、もうちょっと、リロード、もうあとちょっと。目標の排除、排除した。静かな戦いでしたね。気持ちの良いものではないですね。本当にね。これが終わったら甘いもんでもおごってよ。甘いもんおごってほしい。どうしておきます。やった、甘いもの何がいいかな。オッケー、次、新たな生体兵器、こいつか。機動性に優れたタイプの生体兵器。なるほど、移動速度ちょっと速かったですね。近づかれる前に排除。難しいことを言う。ショットガン、ほい、オッケー。痛い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 。よし、頭が吹っ飛んだ。よいしょい。オッケー。こっちに弾がたくさんある。よし、ほい、ナイス、いいね。ちょっと強い敵は OK。 生首。うー、これは OK。 こいつから倒しちゃって、でアサルトライフル使わせてもらおうか。 OK。
玉回収。ロケ丸。あ、いいね。おー、超いい。もう一気に片付いた。アサルトライフル強。ナイス。さあ、囲まれてる？ほんとだ。囲まれてる。めっちゃ囲まれてるんだけど。おー、びっくりした。問題ありまして、うわ、全方向いる、いるね。マジか。おー、怖。あー、これなんかのスイッチっぽい。マジ？なんか奥からも狙われてるし。 OK。 はい、弾取って、おお。おう、オッケー。奥にだいぶいるじゃん。もう倒したけど、どの武器でいくかな。おお、危ない。オッケー。生首一丁。なんかチェーンソーさん、痛い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 。やばやばすぎなんですけど、痛みを感じてない。マジか。うお、危ねえ。危な。うわ、やばすぎ。もうちょっと一撃食らったらやばいくらいの体力だから。うわ、オッケー。おい、うわー、敵結構いるな。うわっ、やばい。本当にあと一撃でやられてしまう。ああやられちゃったー。リトライ。ここからだね。オッケー、使っていこうじゃないの。よし、問題あるよ。こんなに囲まれちゃう。うわ、マジ。おけまる。よし、ちょっと弾がね、一気になくなっちゃったから、ちょっと節約したいっすね。オッケー、お前は。よし。おい、待って、ここは。オッケー、一気に倒す。チェーンソーおっさんはやばすぎる。おい、ナイス。マジ？痛い痛い痛い。マジ、ここにいた。大佐。あー、やば。ほい。ほい。おっ、よっ。びっくりした。びっくりしたわ、もう。おー、危ね。危ね。危ない。ここはなんだ、一体。やばすぎ。ちょっと、少しずつ、行動範囲を、広げて。どっこいしょ。おい。痛い。ああ、タイミングが。オッケー。いやー、でもあいつ無視。オッケー。やばかった。ここを越えれば？あ、本当に？ちょっと待って。おお。クリアリング慎重に。わかりました。頑張ります。おお、早速入り組んでおる。オッケー。はい。リローディン。ほい。
お前もだ。ナイス。奥から狙われてますね。よし。オッケー。ナイス。救急キットに弾に。はい。受けちゃったか。おい、入り組んでるな。こんなに入り組む？なんか狙われてるな。まっすぐこちらを見ている。オッケー。で、目の前におる。はい。お、スイッチだ。ナイス。こっち行ってないですよね。おい、いてててて、あべ。おい、救急ヘルスゲット。おっ、あぶあぶあぶね、やばすぎ。うっ、お前はちょっとこれで。あー危ない。おー、いた。あー、やばすぎでは。ちょっとちょっと、敵が多い。どんだけいるんだよ。これアサルトナイフルの弾なかったらやばかったですね。結構なくなっちゃったけど、やば。エリア制圧完了。制圧完了。お、衛星砲。そんなもんまで撃ってくるの？本当に危ない。よくもまあ派手に暴れてくれたもので、進行を隠れ身の手に入れた武力だったが、所詮はこんなものか。流星のバルサドール、それが次の。死ぬまでは負けではない。死ぬまでは負けではない。いた。だいぶやられたな。今の何でやられた？え？何でやられた？これ衛星砲に当たったのかな？マジ？オッケー。衛星砲に当たることもあるのかな？暴れてくれたものが進行を隠れて手に入れた武力だったが、所詮はこんなものか。帝国指定反逆者3000。指定反逆者。旧姓のバルサドール。バルサドール。何度も組織を。めっちゃ狙われてる。革命と。革命。死ぬまでは負けではない。そう信じているものだね。何度も。なるほどね。貴様らを必ず潰す。それだけさ。狙われている。最優重重要排除対象。わかりました。ちょっと待って。だいぶね、厳しい。あぶね。オッケー。君は首を切り落とす。まあ向こうにいるね。オケマル。オケマル。よし。ヘルスも、ヘルスは今回はまだある。味方死んでない？味方死んでるよ。
オッケー、たどり着いた。イエーイ、やりました。エリア制圧完了。はい、先行プレイでお見せできるのはここまでなので、メニュー画面に戻りましょう。はい、というわけで今回はカルトに厳しいギャル、カルギャルを遊んでみました。敵によってね、どの武器が最適かなとか考えながら弾薬管理をしながら進んでいくシングルプレイ FPS。 主人公のね、大極印スマッシャーサキとあのオペッチのね、やりとりがなんか軽快な感じで見ていて面白いですよね。今回ね、私は優しめの難易度でやったので結構サクサク進めたんですけど、それでも敵の配置でね、結構スリリングなところあったので、 FPS ね、自信がある方はぜひぜひ難易度高めのやつもね、チャレンジしてみてほしいなと思います。タイムアタックにも挑戦できるステージだと思うので、そういうのがね、好きな方もぜひぜひストアページをチェックしてみてください。動画概要欄に記載してあります。現在ね、プレイテスト中で、アクセスをリクエストすると遊ぶことができますので、そちらもね、要チェックです。みんなでギャルになってカルトをぶちのめしていきましょう。はい、ここまでご視聴誠にありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。